FFL で勝つには梅原さんはガイの方がいいですか、それともルークに変えた方がいいですか。うん、まあ、これは俺任せてますね。本人がそれがいいと思ってるやつをやればいいと思います。それはまあガイの方が勝つのかなと思ってんだけどね。ただその感情との兼ね合いもあるじゃん。例えばその2先だったらさ、別にさルークもさガイルもさそんなに勝率変わんなかったりすると思うのよ。まあどうせ勝てる、まあ、勝ち負けって発生するよねってなると思うんだけど、いやこれ明らかに俺より相手の方が強いんだけどと思って大会に臨むってやっぱちょっと嫌だと思うの。でガイルだと、で 俺がミカをさそのやめてっていうか、ミカじゃなくてバーディーにした理由もそうなんだけど、俺の方がゲーム強いのにこれ無理じゃんみたいな。で勝ち負け発生するから全然勝つんだけど、これ俺無理じゃんって思いながら大会参加するの。でルークって何がいいかって言ったら、俺が悪いよねなんだよね。これは俺が悪くねって、もっとやることができた、これやったら勝ってたのにみたいな感じなのに、明らかにこれ自分のキャラの方が悪いなって思った時に結構腐りやすいんだよね。うん、その感情を持って臨むのってどうなのっていうのもあるんで、俺は本人に任せたいなと思ってます。だから確かに感情としては自分が悪いってなるんだけど、その時間が存在してて粘土でどういう風になるのか。ただねやっぱねゲームのモチベーション全然変わりますよ。どうせこれやり込んでも俺の 方が負け越すんだろうなと思いながらやるのと、極まったらこれ絶対俺のが強くなると思ってやるので、やっぱこう姿勢って変わりますからね。口では何とでも言えますけど実際めっちゃ変わるから。